私小学校の 1,2 年生の時にここのアパートの27階に住んでて、それでここの小学校に行ってたんです。確かこの辺は赤土で、校庭で転んで、そしたらもう二度とそのお洋服が着れなかったような記憶があります。だって赤土って落ちないんだもの。いやー懐かしい。なんか小学校の時って限りなく地面に身長が近かったじゃないですか。だからなんかすごく道路の記憶があります。なんか帰ってきたよーって感じ。
よ。おいで。はいよ。おお。止めたままで、こう、あ、よく足だけは捕まっちゃってて、上半身、おお、つれた。硬い絆がって。切らない方がいいと思う。そこに毛がついちゃうから。それで。はい、回りました。はい、音出して。はい、オッケー。はい、カット。はい、カット。なんですけど、好き好き数なんですけど、第1弾が好き好き数で、今回のプロモーションは、ここのハワイに何しに来たかと言いますと、セカンドシングルニコニコニャンニャンのイメージビデオを撮りに来たんですね。で、ニコニコニャンニャンは2月25日に発売されます。あ、そうそう、ニコニコニャンニャンはデンキグルーヴの方も言ってたんですけど、ダブルミーニングを狙って作詞したんですって。それで昔ニャンニャンっていう言葉が流行ったじゃないですか。それでなんていうのかしら、詩の中で、まあ聞いていただけば、もう散々このプロモーションビデオの中でかかってるからね。だから私はぜひ子供に電車の中とか街中で歌ってもらって、それを聞いて大人の人たちがえって思ってほしいなと思って、あとみんなの歌でかかったらいいなと思ってます。やっぱりあちこちイベントに行ったりして、子供に女の子とか男の子とかにふみえちゃんって言われるとすごい嬉しいです。バーガー食べたい。オーケー。うん。なんだっけ、きんぴらつくねライスバーガーとつくね。中性脂肪多いよ。いいの。きつくない？ん？きつくない？うん、大丈夫。大丈夫。うん。大変だったわ。何が大変だったか分かんないでしょ。いや、分かる分かる。交渉の上です。うわーだってだって狭いんだもん。じゃあ本番いきます。はい、疲れちゃった。
びてドン、見るドンドン、回して逆ですよ、はい、逆ドン、反って前、回して曲げたままドン、1、2、3、4、5、6、1、2、3、4、5、6、ストップ、1、2、3、4、5、6、ストップ、伸びてドン、伸びてドン、チョン、あら届かない、足反対、ドンドンドン、そうそう、これを絶対やってください。で、なるべくこれはみんな突き出して、突き出して、うん、ドン、そうで、前の人と大体同じように、うん、だからちょっと低めに、はい、もう一回いいですか、最初から、うん、せーの、1、2、3、4、5、6、せーの、反って前、反って前、回して曲げたままトン、反って前、反って前、回してトントン、1、2、3、4、5、6、7、1、2、3、4、5、6、7、1、2、3、4、5、6、7、ウェートン、ウェートン、もう一回反って前、反って前、回して曲げたままトン、反って前、反って前、回してトントン、1、2、3、4、5、6、7、1、2、3、4、5、6、7、1、2、3、4、5、6、7、伸びてトン、伸びてトントン、はい、カット、せーの、飛んで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 、行き過ぎない、とカット、クロスの時さ、トモちゃんもっと大きく移動できるから、オッケー、うん、じゃないと被っちゃってんのね、ちょうど、ちょうどクロスするところ、塚尾さんも気持ちいい、この足、お菅さん、これをちっちゃくしてくれます、なるべく力は入れるけど、あ、近くでも、え、大きくなってればもっと遠くいく、え、違う、力は入れる、あ、近く、そう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 、そうぐらい、うん、そう、両側から自分が出るように、あ、そう、もう全部はともちゃんのステージ猫ちゃん好きなの？猫と犬とどっちが好きなの？猫の方が好きです。自分では飼ってないんですか？飼ってたんですよ、17、17歳の頃に。でも電車の窓から飛び降りちゃって、それから行方不明になっちゃったんです。で、それからはずっと飼ってなくて、結構思い出あった、そう、ね、モモっていう猫で、で、玄関の前に写真立てにモモの写真入れて、いつも行ってきますって言って、そう、うん、そうなんです、あの振り付け可愛いからすごい気に入ってるんですよね、いや疲れちゃったやったじゃない、うん、今の良かったねじゃあ一回遊びではあの手入れやります、はい、今の OK です。
ニコニャンニャ誰ともニャンニャ誰ともニャンバーだって。